新橋演舞場、滝沢歌舞伎ゼロファイナルの公開稽古及び初日前会見が7日、東京都内で行われ、出演者でスノーマンの岩本照、ナウール、目黒蓮、宮舘涼太、深沢達也、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、佐久間大介が登場した。本作は、2006年に滝沢秀明氏の主演舞台、滝沢演舞場として誕生し、19年から滝沢歌舞伎ゼロと名称を変え、スノーマンが主演を引き継いで上演してきた人気シリーズのファイナル。スノーマンが初の演出を担当した。バル、公開稽古でスノーマンは、ダンスやアクロバットをはじめ、名物の腹筋太鼓や歌舞伎の生化粧、9トンの水を使用したパフォーマンスなどを繰り広げた。初日を迎える心境について、岩本は、高揚感とワクワク感と寂しさと、滝沢歌舞伎の歴史を知ってくださっているスタッフさんやお客様も、同じ気持ちを共有した状態で、ここから1ヶ月間が始まるので楽しみです、とコメント。バル、演出のこだわりについて、佐久間が、滝沢くんがやられていた時のオープニングの、春の踊り、と、いにしえ、という曲は絶対にやりたいとみんなで話して、一番最初に決めました、と語ると、渡辺も、その場面は、サッキーが客席上空をフライングしているように、照明さんが、演出、してくれているんです、と明かした。滝沢くんに見に来てもらいたいですね、と言葉をかけられると、メンバーらは、来てほしい、と口を揃え、目黒は、どうする?幕が開いてバーンって、ここ、最前列の席にいたら、ナウールは、どうやって来るのかな?変装して来るのかな?とコメント。さらに、ナウールは、せっかくなのでツイッターに感想を書いてほしい。フォロワーが多いみたいなので、感想を書いて広げてほしい。ハッシュタグは、シャープ滝沢歌舞伎ゼロ最高で、とリクエストして、会場を沸かせた。舞台は、8日から都内、新橋演舞場で開幕。